和歌山県和歌山市の東の丘陵所にある岩瀬千塚古墳群から、埴輪、珍しい埴輪が3つ出てきました。そのうちの1つ、両面人物埴輪というものがあります。こちらの両面人物埴輪は、前と後ろと両側に顔があるという埴輪で、そういう埴輪は日本で初めての出土例です。その両面人物埴輪には頬のところに矢尻と矢羽の表現の、入れ墨の跡のようなものが作られていまして、その、矢の表現というのが別のまた、日本で初めての埴輪である小禄型埴輪という、弓矢の矢を入れる埴輪があるんですけれども、その矢の矢羽の表現と同一の、表現となっています。大日山35号墳からはもう一つ翼を広げた鳥型の埴輪というものが出ておりまして、それは今までですね、全国で鳥の埴輪というのはなぜか翼を閉じた状態の埴輪しか出てきていなかったんですけれども、ここの古墳で初めて翼を広げて飛んでいる形の鳥の埴輪が出てきました。こういう、非常に珍しい日本で初めての埴輪が、3つ出てきておりまして、その他もいろいろ面白い埴輪が、この古墳からは出てきています。